スノーマン、フォースアルバム、レイズ、作品内容を公開ユニット曲の組み合わせとタイトルも発表。スノーマンのフォースアルバム、レイズ、10月30日リリースの作品内容が解禁された。YouTube でミュージックビデオが公開されてからスノーマン史上最速で3000万回再生を突破した、エンパイア、テレビアニメブルーロック VS。U20 ジャパン、エンディング主題歌、ワン、など新曲13曲を含む全18曲のタイトルを公開。アルバムの人気コンテンツであるユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。ユニット曲の岩本、ラウール、グリッチ、目黒、佐久間、ホットフロー、深澤、阿部、宮舘、ナイトスケープ、渡辺、向井、星の歌は初回版 B にミュージックビデオが収録される。初回版 A には、岩本照が主演を務めたテレビ朝日系推しドラサタデー、恋する警護24時。主題歌、ラブトリガー、ミュージックビデオ、渡辺翔太が主演を務めた日本テレビドラマ、先生さようなら。主題歌、We'll Go Together、ミュージックビデオ、目黒蓮が主演を務めた TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム。主題歌、ダンガーホリック、ミュージックビデオに加え、ダボムミュージックビデオ、エンパイア、マルチアングル映像、エンパイア、ビハインドザシーンが収録される。